はい、大和総さんのランチバイキングでございます。ちょっとね、食べちゃいましたけどはい、こんな感じのランチバイキングですよ。兄貴のこっちです。兄貴のこっち。あ、ね、これ、スズメがね、ちょっと食いかけてごめんけど、うまいね。美味しいですよ。うまい味してますよ、いい味がしますよ。まあ、ルタン、メッシュで悪いけど活性化してます。うん、このね、だし巻き卵、うん、だし巻き卵、この酢味からの中に多分この種もだいぶ漬け込んであるの。うん、カニ粉だ、おいしい。タケノコもね、山椒の香りがピリッと入って、うん、うまいっす。よくこれ土産持って帰る。そういうことしない。そういうことしない。美味しくなかった。唐揚げ、唐揚げうまいか。うん、ここの唐揚げ美味しいよ。あなたの言う取り臭さはないけん。何？あなたの言う取り臭さないけん、あんたが食べる。これや。うん。これ何だって聞く？それはメンチカツやろ。何だメンチカツ？まだ食べてない。ああ。野菜コロッケ。野菜コロッケ。あれや。あれや。うん、あれ、ナス、うん、ナスとかいろんな野菜とか、おいしい。おいしい、おいしい。うん、何辛かった。なんで、あなたは苦手なもんばっかりの、こんな香辛料手作り香くない？側がサフッとしてて、うん、中がかじってない、ぐしゃーって、こういう食感がダメ。硬いな、硬い、うん、だけど普通のな、焼きなすびとか、うん、塩漬けにしとる分とか、うん、な、もう見た目の食っても硬いっていうか、うん、魚のあらにうまいよ。まあ、アラニュー好きだな。普段家でこんな食えんもんね。でも最後の方だけ、ようにようにアラニだけど、ようにようにアラニだけど、身の辺がこの辺だけど、ようにようにアラニだけど、ふんだったら刺身で出して、その後の、さあさあ、身は骨に、ついた身をそのまま、まあね、どこぞの回転寿司のところね、魚の粗にいて書いてあるから、粗に注文したないって言われた時はまいてけどな、うん、どこ社員がな、しかも社員がそんなこと言うんだけど、え、粗出来ないっつって、あれが社員かよと思ったけど、どっかをね、うん、どっかのね、回転寿司屋の、うまい。あえてコーダーマリンポレスとか言わんけどね。言っちゃった。だってバカどっか島送りされたらだろうな。消えたね。帰って店長が忘れなきゃ言ったらびっくりする。あ、この兄弟また来たけど、また荒探しの日がいいな。荒探しすんの？要は、桁っぽくやってたから荒探しじゃないよ。ね、まあ、あれがプラスチック入ってたしね。サイリーと
シャリとね、の間にね、うん、ネタの間にね、プラスチックの方が入ってたからね。プラスチック編が入ったの。どうしたらこんなのが購入するかな。ネタを梱包するときに、あの八方に梱包するときに、動作さまげで入ったんだ、うん、それしか考えない。どっから。だけどさばくあの刺身が入ってるからプラスチック編が。あれどう見たってあのプラスチックのフォークが、ね、プラスチックのフォークが。フォークじゃないフォークじゃない。あれは、うん、多分タッパーの切れっぱし。タッパーの切れっぱし。うん、だからタッパーがあって、タッパーが刺身やあれで3万の人が送ってくるけ、そのタッパーが何だかの状況で切れて折れて、あなたのために考えられることは、考えられるこうパターンとしてはそれくらいだな。要はアップでシャリと値段の間に購入とか